お前か。そうなんだけど、会場までは友達と一緒に行く約束をしててさ、今はその待ち合わせ中。緊張？なんで俺が緊張するんだ？そんなことで緊張したりしないよ。なんたって俺は水瀬夏彦、お前のシャーロックだぞ。見てろ、絶対第一位になってみせるから。まだだよ。今は現場捜査の時間で、ここで手がかりを探してるんだ。探しているのは魔女に関する手がかりだ。なあ、今回の謎はブラックサンドビーチ近郊に住むおばあさんの話で、彼女は自分のことを魔女だと言ってるんだ。しかもこのビーチには海賊王の船が埋まってるんだとさ。俺たち探偵の任務はそんな彼女にまつわる謎を解くことなんだ。でもまあ、もう見当はついてるんだけどな。あとはそれを裏付ける証拠を見つけるだけ。もう少しで謎は解けると思うから、俺を信じてちょっと待っててくれ。この後時間あるか？ちょっと手伝ってほしいことがあるんだけど。その真相はもう突き止めたんだ。ただ当事者のおばあさんの年齢を考えて、お前がいた方が彼女も落ち着いて俺の話を聞いてくれる気がするんだ。あくまで俺の個人的な感覚なんだけどな、あのおばあさんは俺が思っているよりずっと強いかもしれない。まあ一旦落ち着けって。俺がついてるんだからきっとうまくいくさ。そうだな、おばあさんのわだかまりを解いてあげることができて本当によかった。町の人たちの態度を見れば、もう昔のように悩むこともないだろうな。ああ、きっと大丈夫さ。本当だ、結構新しい瓶だな。最近流されたのか。そういやさ、二人で一緒にメッセージボトルを投げると何が起きるか知ってるか？メッセージボトルの中には
愛に執着した怪物が住んでるらしいんだ。だから彼を海に返してやると、怪物はその二人が一生離れないように守ってくれるんだとさ。これには理由があるんだよ。ブラックサンドビーチの伝説を聞いたことはあるか？ブラックサンドビーチはかつて精霊が巨大な魔物と戦った場所だと言われてるんだ。だからビーチに立ってホラガイの音に耳を澄ませると、精霊と魔物が戦っていた時の叫び声が聞こえてくるんだって。違うよ、俺はその声を聞いてるんじゃなくて、もう一つの仙女の祝福の声を探してるんだ。伝説によると仙女の祝福の声は精霊の叫びに混ざっていて、精霊一族が無事に帰還することを祈っているんだって。そしてその声を聞き分けることができれば、仙女が俺たちの前に現れて祝福をくれるんだってさ。そうだけどちょっと違うな。仙女を見つけたいのは確かだけど、俺じゃなくて俺の大事な人に祝福を送ってほしいんだ。その人が永遠に幸せで、そしてずっと俺のそばにいてくれますようにって。やっぱりお前か。ここで何してるんだ？そんな顔してどうかしたのか？何か悩み事か？なんでそんなことが気になるんだ？そう落ち込むなって。幸運は遅れてやってくるって言うだろ。そんなに気になるなら一緒に祈ってやるよ。そう、早く雪が降りますように、それからお前の願い事が全て叶いますようにってな。な、このワッフル食べてみないか？さっきそこの店で買ったんだ。そこの店のワッフルは普通のとはちょっと違うんだってさ。何やらスカディ島限定の味で他では売ってないらしいぞ。だからお前にも食べてみてほしいなって。サンキュー。それじゃもらっとくな。そこでうずくまって何してるんだ？カラフルな石？なんだそれ？お前は子供の時から相変わらずそういう話が好きなんだな。はいはい、ダメだとは言ってないだろ。むしろそういう面白い話なら俺もいろいろ知ってるぞ。
聞きたいか？それじゃ、散歩でもしながら話してやるよ。嬉しそうだな。ここが気に入ったのか？なら、もう数日くらい滞在するか？小さい頃みたいにさ、二人でいろんなところに行って、隅々まで街を探検してみるか。俺たちがまだ見たことのないような景色が、きっとここにはたくさんあるだろうからな。なんか元気ないな。どうかしたのか？なんだ、そんなことか。それなら早く言えよな。じゃ、そろそろどこかで飯にするか。食い物ならお前の好物ばかりたくさん用意してきたからな。お礼なんかいいって。それよりほら、あそこなんてどうだ？良さそうだろ？何か見つけたのか？確かに似てるかもな。でもだとしたら、もっと深いとこに埋めればよかったのに。こんな簡単に見つかったら、叶う願いも叶わなくなっちまうぞ。もちろん叶ったよ。その証拠に、お前は今俺のそばにいるだろ。こんなにたくさん貝殻を買ってどうするつもりなんだ？それってもしかして何か困ってることでもあるのか？それなら心配しなくてもいいぞ。何があっても必ず俺がお前の味方になって守ってやるからさ。いいぞ。で、何が書きたいんだ？今はまだ内緒。それはどうだろうな。ただみんなが驚くかは分かんないけど、お前は絶対びっくりすると思うぞ。だから楽しみに待ってな。